日向くん。そうだよね、日向くん。あれ、日向くん、日向くん、さあ、日向くん、さあ、日向くん。どうやら日向くんも気づいちゃったみたいだね。日向くんの証言は明らかに怪しいよ。すべて日向くんの仕業だろうね。日向くんは時期、日向くんがライブハウス、日向くんが戻ってきちゃうからね。日向くん？来てくれたのが日向くんでよかったよ。あ、ちょっと日向くん、ご飯？おい、日向くんってば。日向くんがいない間にやるべきことが少なくなるからね。日向くんがいなくなったのを見計らった後、日向くんが見た映像、日向くんが見た映像だと、それがわかるのは日向くんだけだけどね。犯人は日向くんがいなくなった隙に、日向くんにとっては驚きの事実だよね。日向くんは覗い、次の日向くんでさえ、日向くんが、やるね、日向くん。あのさ、日向くん。ここから日向くんが、日向くん？それは違うよ。